はい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 、はい、今季初の中止ですかまあ仕方ないね自然の力はねすごいからねまああの先制してねあのいい形でいくかなーっていうふうに思ったんだけどまあ結局同点に追いつかれてちょっと嫌な感じだったけどもそれで中止っていう形だったんで まあ、ジャイアンツからしたらね、まあ、やりたかったんだけど、試合をやりたかったんだけど、まあ、ちょっとね、あの、雨もあるし、点の取られ方というかね、えー、追いつかれたっていう感じもあって、まあ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 、まあ、首位キープなんで、まあいいかなっていう形はね、えー、思っております。 てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、あーカープ対、えー、ジャイアンツのね、えー、試合解説の方をやっていきたいと思います。まあ今日ね、試合解説言うても、まあ雨で中止になってるんですよ。だから、いつもなんかそのアニメーション使ったりとか、あの画像使ったりね、えー、しながらこう解説してると思うんですけど、あの、コールとなったらね、 あの、サイトの画像とかあの、全部消えるんですよ。あのー、残らないように多分全部消すんですよ。だから、ちょっと今日は、あのー、画像とか、あのー、なくて、うん、まあちょっと、申し訳ないんですけど、ちょっと口頭でというかね、えー、ちょっとお伝えしていきたいなっていう風に思います。えー、試合見られてない方に、ちょっと今日お伝えするとですね、あのー、4回表に、あの、雨がバーッ降ってきて、中断してそのまま、 中止になったんですよ。だから、試合は成立してないんですね。うん。だから、あのー、まあね、えー、例えば今日1対1で、えー、同点で終わったわけですけども、えー、岸田選手がタイムリー打ったりとかですね、えっと、ウェ選手のね、犠牲フライとかで、まあ1対1になってますけども、どっちの打点とか、あの、成績とかも、試合が成立してないんで、あの、残らないんですよね。だから、いわゆる幻の、 タイムリーヒットとかね、幻の犠牲フライみたいな形で、えー、なりますと。ただしかし、えー、ジャイアンツファンであったりとか、あジャイアンツの首脳陣、えー、とかからするとですね、やっぱり記録には残らないけど、記,記憶には残るというところで、まああのー、まあね、えー、岸田選手のタイムリーヒットもそうですし、あのー、非常にね、いいアピールができてるんじゃないかなっていうふうにもね、僕、ポジティブに捉えておりますと。 はい。でですね、今日のね、ちょっと打順とか、あのー、スタメンね、えー、見ていきたいんですけど、あ、今日はね、えー、あのー、得点はね、えー、2回表に1点入れて、ジャイアンツがね、岸田選手のタイムリーで、えー、入れて、3回裏にですね、カープの上本選手の犠牲フライで1点入れて、1対1というところで同点になってますと。で、ここで4回表に中断し,して、そのまま中止になってます。で、スタメン見ていったら、あのー、まあ、ジャイアンツはね、非常に固定できていると。 いうところ。まあ、ちょっと見ていくと、え、1番、ライト、丸選手。2番、え、セカンド、吉川選手。3番、え、センター、ヘルナデ選手。4番、サード、岡本選手。5番、キャッチャー、大塩選手。あ、じゃあ、え、ファーストね。ファースト、大塩選手。え、6番、キャッチャー、岸田選手。7番、え、ショート、イズ選手。8番、え、ここにね、今日ね、え、若林選手入ってます。レフト、若林選手。昨日はね、え、佐々木選手出てたんだけど、 まあ、ちょっとね、えー、早急あれね、ちょっと痛かったね、昨日ね、タッチアップのやつね。うん、あれちょっといただけないなっていうところあったんで、多分おそらくそういった影響もあって若林選手が出てるんじゃないかなっていう風に思います。で、えー、9番は今日はピッチャー,ー、井上投手というところで、昨日は山崎より投手でね、えー、勝ちまして、今日は、えー、井上投手というところで、えー、この井上投手で取れたら今日でかいなっていうふうに思ってた、えー、 巨人はね、多いんじゃないかなーっていうふうに思います。で、対するカープなんですけど、カープめっちゃ打順入れ替えるね。マジで入れ替えるね。すごいよ。今日のスタメン見れていくとですね、まあ、一番センター秋山選手、2番ライト野場選手、3番レフト上本選手、4番サード小園選手、5番キャッチャー石原選手、6番セカンド菊池選手、7番 ショート、矢野選手。8番、今日一軍昇格にしてきた、ファースト、シャイナー選手ね。で、9番、ピッチャー、クリトシというところで、昨日と全然違うんですよね。マジで。入れ替わってるところで言ったら、昨日は、ショートに矢野選手入ってたんですよ。だけども、今日は、えー、2番に矢野選手入ってたんですけど、昨日ね、ショートで。えー、今日7番、ショートになってますと。で、えー、野ノマ選手も昨日3番に入ってたんだけど、今日は2番に、打順上がってますと。 で、えー、昨日5番にですね、えー、ファースト坂倉選手入ってたんですよ。だけども今日は、えー、初1軍昇格とか,かな。1軍昇格即スタメンというところで、えー、8番にシャイナー選手が入ってますと。坂倉選手の代わりにね。で、昨日レフト、大森選手だったんですよ。5番かな。1、2、3、4、5、6番か。6番、えー、レフト、大森選手だったんですけど、今日は、えー、上本選手が3番でレフトに入ってますと。 で、えー、昨日7番菊池選手、セカンド菊池選手が今日は6番になってて、えー、キャッチャーの相沢選手ね、昨日相沢選手やったんですけど、今日は石原選手が5番に入ってますと。で、えピッチャーが森下選手、昨日森下選手で今日は栗投手というところで、高投手揃いやないかというところなんですけど、まあ広島が勝ててるのもね、まぁ、あ、この間の動画も出しましたけど、やっぱりピッチャー陣のー安定感エグいんですよ、っていうところで、 森下栗というところで、えー、めちゃくちゃいいピッチャー揃ってんなっていう、揃えてきてるなっていうところがあ,ありましたと。だから、まあ、ジェンツのファンからすると、まあ、ちょっと、井上投手なんで、まあいい、いいピッチャーではあるんだけど、ちょっと、まあ、あの、まあ、勝てたらラッキーというかね、勝てたらラッキーって言い方あれだけど、まあ、昨日山崎よりとして勝ててるんで、まあ、井上投手で取れたら万々歳だな、みたいな。うん、うん、ラッキー、ラッキーというか、最高だな、みたいな形だと思うんですよ。で、今日ね、 あのー、まあ、試合ねえ、振り返っていくとですね、いい形で先制したんですよね、マジで、うん。あのー、先制する前に、あの一、ー、回裏ね、ツーアウトから上本選手フォアボール出して、井上投手をね。で、ツーアウトからのフォアボールって、よくないよってよく言うじゃないですか。で、繋がれたりするんですよ、ツーアウトからね。うん、で、これ、これも案の定ね、ツーアウト一塁から、琴園選手ヒット打ったんですよ、レフト前に。うまいことチョンって言ってね。いやらしいよね、ほんま4番打ってんのにね、すごいよね、でもね。 で、ツーアウト1、2で石、石原選手ね、今日5番キャッチャーというところで、えー、素晴らしい、えー、打順に入ってましたけども、ワイルドピッチというか、まあ、その、なんかダブルシールみたいな形なんかな、これちょっとね、えー、あまりどっちが先かっていうのは分からなかったんだけど、まあ、ワイルドピッチかなっていうところで、まあ、2、3塁になっちゃうと、1、2塁から2、3塁になっちゃって、で、絶対絶命っていうところで、石原選手をセンターフライに打ち終りましたよね。で、これでなん、なんとかね、ゼロで切り抜けるっていうところ、初回をね。うん。 で、で、その後ですよ。大体、ピンチの後にチャンスあり。チャンスの後にピンチありとかよく言うじゃないですか。で、ジャイアンツからしたら、ピンチだったんでチャンスあるよというところで、えー、先頭の大塩選手ね、これ、ライトにね、ライトに、えー、ツーベース。非常にうまく打ちましたよね、これ。で、ノーアウト2位で、あの、岸田選手タイムで打つんですけど、これもね、完璧に右に打ちに行ってるんですよね。うん、打ちに行ってる。うん。で、昨日の岡本選手のホームランとか、 えー、ライトスタンドにホームラン打ったりとか、犠牲フライライトに打ちましたけども、やっぱりね、逆方向意識っていうのはめちゃくちゃ大事っすよ。うん。打球も上がりやすいし、ボールを長く見れるから変化球にも対応しやすかったりとか、えー、するんでね。えー、まあ、全部が全部逆方向を狙った方がいいかって言われたら、えー、また一概にはそうは言えないんだけど、基本的にやっぱりセンターからやや右ぐらい、あの、右バッターだったら。 うん。左バターだったら、センターからやや左ぐらい意識しながら打ってった方が、僕は経験上いいと思うし、まあそればっかりやっててもね、次インサイドバーって攻められたら、まあそれが難しくなってくるねとかいう話はあるんだけど、だって大体基本って、野球ってメジャーリーグもそうだし、日本の野球もそうだし、もう少年野球から何から何まで全部そうだけど、基本的にインコースに来るボールが、 えー、アウトコースに来るボール、アウトコースに来るボールよりも多いってことはないからね。うん。例えば100球投げたとして、50球インコース、50球アウトコースってまずないじゃん。うん。まずないやんか。大体、まあ、行っても70球アウトコースで、えー、30球ぐらいやと思うんですよ。7対3ぐらいなんですよ。来てもね。えー、インコースに。だから、まあ、その30%を追いかけるっていうよりかは、絶対その70%を打てる準備をしてた方がね。僕はいいと。 思うし、どうせ、あの、野球なんて確率論だから。うん。だから、そういったところで、まあ全部が全部右方向、逆方向っていうわけじゃないんだけど、まあ確率の問題なんで、ある程度やっぱりこう、 インサイドアウトで、えー、逆方向、センターからちょっと右ぐらいをね、右バッター狙ってる方が、僕はいいと思うし、うん。で、これをね、ノーアウト二塁という場面で、岸田選手ね、えー、ましてや右打ちというか、新塁打っていうところもあるんで、右を狙いながら、あうまく捉えてね、これを、まあ、二塁打で先制タイムリーというところで、非常に素晴らしいバッティングができてたし、えー、非常に素晴らしい先制点だったんじゃないかなっていう風うに思います。ピンチの後にチャンスありというところですね。 で、ええー、まあ、その後もですね、まあ、伊豆口選手がレフトフライ、ノーアウト二塁でね。で、ワンアウト二塁で若林選手のサードゴロ。これ三塁線の打球ね、これ小の選手うまくと,と取りましたね、これサード。逆シングルでね、取って。で、ファーストに送球というところ。ええー、いいプレーだったんだけど、これ岸田選手のね、二塁ランナーの岸田選手ね、 えー、そのファーストに送球した時ぐらいにね、二類からバーッと三類に、えー、走ってですね、三類に進塁してるんですね。こういう細かい走塁なんだけど、めちゃくちゃ大事ですね。うん。えー、ちなみに、小野選手報徳学園で、えー、岸田選手も報徳学園というところで、えー、先輩後輩というふうになってますと。えー、どんな豆情報はいらんっていうところなんですけど、うん、まあそういったところもね、ありますと。 で、まあ、ツーアウト3塁で井上選手が空振り三振というところで、まあね、えー、まあ、1点取れたというところは非常に大きかったと思います。で、ただですね、これね、やっぱね、しぶといんですよね。広島っていう球団は本当に僕大好きなんですけどね。うん。えー、3回裏ですね、ワンアウトから秋山選手、まあこれもちょこんと打ってますわ。もううまいことね。うん。あのー、まあここの辺から雨も降り出してね、非常に、あの、足場も悪い中、ああ、非常にいいバッティングしてます。この秋山選手ね。 で、ワンアウト一塁から野間選手のこれね、センターへの二塁だね。僕ね、えー、野間選手とか、あの、矢野選手とかあ、大好きなんですよね。えー、こういうなんかなんかねちこいというか、まあどっちも左バッターで足が速くてっていうところはあるんだけど、やはりね、バットをちょっと短く持ちながらね、う、え、ん、ー、まあ、ホームラン打てるか、 ホームランをパンパン打つかって言われたらそうではないんだけど、あの、ジャイアンツファンからしたらですね、ジャイアンツファンの僕からしたらですね、この野間選手が2番とか、えー、上位に入ってる時であったりとか、上、あの、矢野選手がね、えー、下位にいる時とか、7番とか、今日も7番かな ?7 番とかいるじゃないですか。そういう打線って、マジで、なんか、上と下になんかいやらしいバッターがいてて、マジでね、なんかこう、上位からも繋がれそうだし、下位からもなんか繋がれそうな感じがあるんで、いやらしい二人がいるんでね。 そういったところで、なんかね、嫌なんだけど、こういう選手がジャイアンツにいたらすごく嬉しいなっていう風なね、ところはあるんですよね。で、えー、ワンアウト二三塁っていう風なところで、えー、上本選手がね、ライトフライ。まあ、ちょっと浅めのフライだったんだけど、まあ、もう足場も悪いしね、もうボールも濡れてるしね、うん。<laughs> まあ本当に晴れの日だったら多分おそらくスタートしてないぐらいの、うん、ワンチャンスタートしてないぐらいの深さだったんだけど、浅さだったんだけど、まあ、ちょっと丸さんもね、 ま、送球が揃えてしまってというところで、まあ、あのー、タッチアップでね、1点入ってしまうと。で、ただ2塁ランナーの野間選手がね、えー、3塁をね、タッチアップで狙いに行ったんですけど、えー、岸田選手からサードに送って、えー、2塁と3塁の間で、強殺プレーでアウトで、えー、まあ、この回終わったというところなんですけど、 まあ、ここから雨が降り出してね、中止になってしまったというところで、まあね、あのー、まあ先ほども言いましたように、先生いい形でして、で、このまま、例えばジャイアンツかね、勝ってた場面で中止になってたら、ちょっとこうね、えー、あおいおい、勝ってんのに中止かよっていう形、えー、気持ち的に、ね、なるんだけど、この今日の試合の場合、 取ったけども、取られてっていうところで、ちょっとジャイアンツからしたら、嫌な流れというか、ああ、ちょっとまた広島なんか、すごい粘りしてきそうやなっていうところで、まあ中止になったんで、まあ,あ、もしやってたらね、ジャイアンツが勝ってた未来っていうのもあると思うんだけど、まあ実際ね、えー、中止になるんだったら、その、勝った状態でなるよりも、ちょっと同点に追いつかれて、えー、中止になった方がね、その精神的には楽というかね、<laughs> なんかこう、 なんて言ったらい,いうん、気持ちいいじゃないですか、まだそっちの方が。うん。っていうところで、まあまあまあ、あまあ自然の力はすごいというところで、まあそのなんとも言えないんでね、えー、仕方ないですけども、あの、実はですね、ジャイアンツ、今はまあ主位になってまして、で、これすごいのが、2位が阪神で、3位が DNA で、4位が広島なんですけど、これね、4位まで、1位と4位、1位のジャイアンツと、4位の広島、ああ 1>, 1ゲームしか開いてないですよ。やばない。やばない。どんだけ混戦してんの。だから、2位の阪神と巨人は0.5ゲーム差。で、えー、まあ3位の DNA と2位の阪神っていうのは、あの、0ゲーム差なんですよ。うん。だから一緒なんですよ。まあ位、2位と3位っていうのは順位ついてるんだけど、もうほぼ一緒なんですよ。0ゲーム差。で、 広島と、4位の広島と DNA、3位の DNA は0.5ゲーム差というところで、1位から4位が1ゲームしか開いてない、ビッバ、バカ混戦というところで、だからね、巨人のこっからの戦い方っていうのがめちゃくちゃ重要になってくるし、えー、来週かな ?12 日から、DNA と3連戦やるんですよ。うん、で、DNA 今こう3位なんですけど、まあ実質0.5ゲームしか離れてないんで、まあもう、まあ、 上位のチームとの試合っていう形になりますと。で、その後がましてや、阪神なんですよ。阪神と3連戦。だから、DNA、阪神と6連戦やるんですね。だから今の順位で言うと、2位と3位のチームと6連戦やるんですよ。で、先ほど言ったように、こんだけ混戦してるから、ほんまに、 連敗とか大型連敗とかしたら、マジで一気に順位4位までダーンって落ちたりとかね、するんで、まあそれが今年のね、セリーグ面白いんですけど、そういったところで、ほんまに12日からの試合っていうのはジャイアンツね、マジで重要だと思うし、あのー、まあジャイアンツも非常に調子いいと。あまあ今日引き分けというかまあ、雨天でコールドでしたけども、えー、何連勝だ ?5 連勝か。5連勝って。 に、え、今日6連戦目で、えー、コールドというところで、まあ、連勝も止まってないと。実質ね。止まってないというところ。で、阪神とかもまあ、4連勝中かなっていうところで、状態いいんですよね。DNA も、えー、2連勝とかしてんのかなっていうところ。結局勝ってるんよ、どこもね。うん、だから、ほんまにここからの12日から、ね、6連戦っていうのがほんまに重要だと思うし、またそれに関してのね、えー、動画なんかも作っていきたい。 っていう風に思ってますんで、えー、ぜひね、これからも小山翔平ベースのチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきますいつもありがとうございますこれからもどうぞよろしくお願いしますそんな感じで今日は終わってきますじゃあねバイバイ